起立直前の4段人間円筒、ブラジル、リオデジャネイロ、ブラジル総価学会のチームが行っている2011年10月の練習風景。起立した4期のブラジル式3段円筒と1期のブラジル式4段円筒。2011年10月30日に行われたブラジル、リオデジャネイロの総価学会合同大会における演技。人間円筒とは、 組体操の大技の一つで、人間ピラミッドと並んで演技のクライマックスで、しばしば披露される。組体操の中では、最も高く最も大きい技である。再下段の演技者の肩の上に2階の演技者の足を乗せ、同様にしてさらに上の膝端を積み上げていく。組み立ては座った姿勢で行われ、組み立て完了後、下段から順番に立ち上がり、人間演筒は、 次第に高さを増していき、頂上が立ち上がると完成する。1982年に日本で立ち上がった六段円筒はギネスブックに記載された。一般用語としては人間円筒と人間ピラミッドはしばしば混同される。本校では組体操の人間円筒を説明する。三段円筒は人間円筒の基本形であり、難易度が あまり高くないのでしばしば披露される。よく見られる形態は、規定部6人、2階3人、頂上1人、すなわち631の10人構造である。この形態は安定性がよく各構成員の、重量負担が、比較的小さいので、21世紀の現代の、一般的な若者の体力でも、日曜日のみの練習を1ヶ月半も続ければ満足、できる完成度が得られる。 他に531、421、321の構造もあるが、これらを実現するには厳しい体作りが要求される。三段円筒は、組み立て形態の違いから、標準式とブラジル式の2種の主要な構造形式に分類できる。標準式三段円筒は、日本、マレーシア、フィリピン、アメリカなど世界各地で、披露されている。 香港の三段円筒は標準型に似るが、最下段の構造が多少異なる。1階に当たる、最下部の6人は、両足の裏を地面につけて、深く座り、右腕を回し一人開けた隣のメンバーの左手を取る。2階の3人は最下部の右肩に乗り、隣の構成員の肘をつかむ。頂上のメンバーは2階の二人の肩の上に足を乗せ、残った一人の上に両手を乗せる。 組み立てが完成すると、階から上位に向かって順番に立ち上がっていく。2階の各構成員に2人の補助がつく。補助を含めた全人員は16人である。立ち上がるときには、2階は1階の2人と補助の2人、計4人に持ち上げられる。1階は、両足の力で上位の膝端を担ぎ上げて、背骨が垂直になるまで立ち上がる。 ブラジル式三段円筒は1984年に披露されたブラジル式四段円筒の縮小版であり、現在に至るまでブラジルで広く用いられている。標準型と比べると構造的に堅牢で直径が小さく、力を円筒の中心点に集中できるので壊れにくい。二階の構成員の前倒四角が小さく姿勢が垂直に近いため、 クリープ効果がほとんど現れない。再下段は、通常6人であるが、5人で行われる場合もあった。再下段の演技者は右足を前に出し、左足を後ろに引き、左足と右膝で、当全体の重さを支えて座る。両膝は直角に曲げ、背骨を垂直な位置に据える。右腕を回し、二人開けた隣のメンバーの左手を取る。 2階の3人は最下部の右肩に乗り、右腕を回し一人開けた隣のメンバーの左手を取り、額を接触させて三角形構造を作る。頂上は2階の2人の肩の上に、それぞれの足を乗せ、残った一人の上にある2階の腕を両手でつかむ。組み立てが完成すると、階から上位に向かって順番に立ち上がっていく。起立中。 最下段は背骨を常に垂直位置に保つ。塔の高さは5メートル弱である。この形式の三段円塔では2階と3階各人に1人、ずつの補助がつく。補助を含めた、構成員は、計14人となる。補助は、組み立て時は、はしごとなり、塔が立ち上がる時には、塔の構成員の過重負担軽減の役割を負う。 再下段の立ち上がりは、基本的に右足7割左足3割の力をかけ、背骨が垂直な姿勢を保ちつつ、3秒以内の短時間で行う。ブラジル式では1階の肩が高いので、2階以上の組み立てに補助が必須となる。また、1階の起立速度が速いので、前段同時瞬間直立が標準型より難しい。21世紀には標準型を含めて、 全弾同時瞬間直立はほとんど行われていなかったが、2010年11月には、ブラジルのニテロイのチームが、また2013年7月には、リオデジャネイロのチームが、ブラジル式サンダーニエンの、全弾同時瞬間直立を披露した。特殊な形態では1998年及び2012年に、リオデジャネイロで披露された421構造の塔がある。 形態は円筒型ではなく四角水であり、細くて美しい外観である。再下段の4人全員が前方を向くので、観客から見て迫力がある。補助を含めて、計10人で組み立てることができるが、12人で、組み立てると四方の支柱に、斜めの補助が立つことになり、大変美しい。この形式の塔は現在リオでは、トーレデガョカイと呼ばれている。 この形式の塔では、前段瞬間直立は困難である。1998年の演技では2本の帆舟のマストをこの形式の3段円塔で作り、頂上のメンバーが帆を保持したまま起立歩行前進した。構成員には高度な訓練を必要とする。とりわけ、2段目と頂上の3人は高度の平行間隔が必要であり、 それを発揮するには最下段2列の前後の距離が重要となる。さらに特殊な形態では、マレーシアの3段平面塔がある。この塔は321構造であり、補助を4人必要とする。実現には、極めて高度な肉体訓練と高い平行、安定性を必要とするので、マレーシア以外では披露されたことがない。標準式、ブラジル式では、 当の構成員は胸を張り背骨を垂直に伸ばし、直立姿勢を取る。背骨を曲げ尻を後ろに突き出すと姿勢が垂直では、なくなり、当の重さのすべてが、その一人にのしかかり組み立ては崩壊する。他方、日本の学校の運動会で披露される三段円倒は、これらとは逆に構成員全員が腰を直角に近い、角度に折り曲げ、前屈姿勢で行うものが多い。 この形式では、塔の直径が大きくなり逆に、高さは低くなるので、崩壊した時に怪我人が出にくくなる。落下時の衝撃は高さに比例し、頭部を打ちつけて、解凍手術を行った、児童生徒が耳鳴りを伴う難聴を患った事例がある。四段円筒の高さは6メートル以上となり、三段円筒では、得られない迫力ある演技が可能となる。 その反面難易度が高く演技者には高度な能力が必要で、最低でも2ヶ月以上の肉体強化と1ヶ月以上の技術訓練が必要とされる。四段演奏の構造には標準式とブラジル式がある。標準式は最下部12人、2階6人、3階3人、頂上1人の構造で、日本、香港、フィリピン、インドネシア、アメリカなどで披露された。 2階の各メンバーには2人の補助がつくので合計35人となる。再下段は標準式三段円筒の場合と同じく両足で深く座り1人開けた隣のメンバーの手を取る。2階は最下部の右肩に乗り1人開けた隣のメンバーの手を取る。3階は隣のメンバーの肘をつかむ。すなわち全体において標準式三段円筒と 類似する。しかし三段円筒と比べると再下段の重量負担は20%以上、二階の重量負担は100%以上大きい。そのため補助が行う再下段の重量負担軽減の役割は大変重要となる。筒の直径が2倍になるので力を中心に集中させにくく、クリープ効果によって二階の直径が拡大するため、 中央に向かって崩壊する場合がある。ブラジル式は1984年にサンパウロで披露され、以後現在までブラジルの標準的四段円筒の構造形式となっている。香港で類似の四段円筒が披露されたこともある。最下部10人、2階5人、3階3人、頂上1人の構造で6人の補助を合わせると、計25人となる。 再下段は右足を前に左足を後ろにして、両膝を直角に曲げ背骨を垂直にし、二人開けた、隣のメンバーの手を取る。二回、三回は一人開けた隣のメンバーの手を取る。日本式と比べると、塔の直径が20%以上小さいので、三回の三人は、額を接触させて三角錐構造を取ることができる。直径が小さいため、 力を中心に集中させやすい。この形式の4段円筒は外観が美しく実際よりも高く見える。構造的には日本式より堅牢であるが1階及び2階の構成員の重量負担は大きい。3段円筒と比べると再下段の重量負担は35%以上、2階の重量負担は125%以上大きいので、 高度の肉体訓練を必要とする。二階の構成員は一階と同等以上の体力が要求される大変重要である。1984年当時の設計では最下部は9人であったが10人にすることにより、塔の中央に補助を置くことができ、最下段の重量負担を9%減らすことができる。これらの利点が直径拡大の欠点を上回ることが後にわかり、 一回十人の構造が定着した。1986年10月5日、中部総価学会第7回世界青年平和文化祭で披露された四段円筒は、最下部8人、2回4人、3回2人、頂上1人という得意な形状であった。同様の四段円筒は、ブラジル、アマゾン川中流のマナウスでも披露された。 この塔は細くて大変美しいが、構成員には高度な肉体訓練が必要で、とりわけ3階と頂上は、優れた平行感覚が要求される。日本の学校の運動会で披露される四段円塔は、最下段と二段目に、人間ピラミッドの構造を採用するものが多い。最下段は12人、二段目は6人で、ピラミッド構造を構成する。 三段目は腰をほぼ直角に曲げて前屈姿,姿勢をとる。この形式は直径が大きく高さが低いが崩壊した場合でも怪我人が出にくい。演目上の性質から事故が相次ぎ、後遺症を負うなど訴訟に至ったり、安全面を考慮して演目を廃止する動きが見られる。 http://blogs.yahoo.co.jp:/sakuratribune:/4445820.html 組対創事故相次ぎ縮小の動き NHK 東海ニュースウェブ2015年9月12日ありがとうございます